聖書を拝読します。第2コリント10章18節です。自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人です。アーメン。癒しの集会を通して癒して応えてくださった神様に感謝と栄光を捧げましょう。同会長職務代行イスジン牧師が主に推薦される人1回目のメッセージを取り次ぎます。その後癒しの集会を導いてくださいます。ハレルヤでお迎えしましょう。癒しの集会の時、大きい祝福と癒しが現れると信じます。ハレルヤ。証しをしてくださった현원하시지さん、ありがとうございました。 GCN 放送の皆さんにも感謝します。夢の話をしましたが、今日のメッセージの内容ともつながっています。私たちが変えられて新しくなってこそ、つまり罪を捨てて悔い改めて立ち返ってこそ、神様が答えてくださるのです。今日のメッセージを聞いて、自分の悔い改めるべきところを発見して、変えられて神様の癒しの御業を体験しますように。講談喧嘩があります。海外の司教会の生徒の家族です。万民の生徒として導かれ、息子は食道のやけどが癒されました。母は救われて天国に行けるようになりました。このように私たちの家族が聖霊に満たされて走っていくようにしてくださった神様と主に感謝します。牧師の清めの福音と院長先生の火のような祈り、そして私たちを導いてくださるイソジン牧師先生にも感謝します。神様がくださった愛の力で変えられて、神様の国のために忠実に使います。新しいエルサレムまで力強く走っていきたいと思いながら講談喧嘩をいたします。はい、ありがとうございます。クリスマスイブ行事がありますが、今日マガジンで予告のお知らせがありました。今回のクリスマスイブ行事は、私たちがみんな賛美で神様と主に栄光を捧げる行事です。聖殿で集まって賛美はできませんが、皆さんそれぞれの場所で心を込めて主と神様の前に感謝の賛美を捧げるために備えてください。私と一緒に賛美をしながら幸せな一時を持ちますように。もうすぐクリスマスが近づいていますが、クリスマスの幸せな心で満たされますように。メッセージのあとは癒しの集会があります。メッセージを聞いて、自分が悔い改めるところが何があるのかを発見して、それで終わるのではなくて、立ち返って、そしてこの御言葉を自分のものにしなければなりません。そうしてこそ今日癒されるだけではなく、その後も健康に生きることができます。主に推薦される人はどんな人なのか、メッセージを聞いて、それを自分の祈祷課題にしますように。愛する生徒の皆さん、今日のメッセージのタイトルのように、私たちが主に推薦される人になるため、なるならどれほど嬉しいことでしょうか。そういう人は神様に愛されるから、乏しいことがないし、求めるものは何でも速やかに答えを受けるでしょう。では主は何を良いと思われ進められるのでしょうか。それは善と愛の心から出る行いです。しかし褒められたいから善を行ったり奉仕をしたりするなら、心をご覧になる神様の前でよくやったと褒められないでしょう。本当に心の良い人は良い行いをすることは当然なことなので、喜んで楽しくします。褒められたくてするのではないのです。伝道者さんの12に、私は知った、人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないのとあります。
心の良い人は善を行うことが人がすべきことであり道理だから、自慢することでもないし、それが持ち上げられたら決まり悪いと思います。反対に善が心に少しだけない人は、少しだけある人は、小さな善を行っても自慢して人が分かってくれたらと思います。韓国のことわざに、実るほど頭を垂れる稲穂かな、そして空っぽの勘がやかましいという言葉がありますが、自分に善がない人はそれをあるように見せかけようとします。人に分かってもらいたいと思います。しかし聖書ではこう言っています。マタイ6の1から4です。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをする時には、人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき、右の手の知っていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。とあります。自分が知っていることを自慢したいと思ったり、人に分かってもらいたいと思う心があったり、自分が施しをして犠牲になって忠実に使えたのに分かってもらえないなら、今までのことをもったいないと思うなら、神様の前でそれは善でもないし報いも受けられません。ですから祝福が望まないのです。道会所先生がおられない時、こういう姿があったのではありませんか。自分はこのように奉仕をしているのに、忠実に仕えているのになぜ認めてくれないのかと虚しく思ったり、見返りを求めたりする人もいるのではありませんか。そういう人を見ると、自分の信仰をなぜそのようになくしてしまうのかと思うようになるのです。私たちは天国への希望があるから忠実に仕えているのだし、神様の前に喜ばれるために善を行うのです。人に分かってもらいたいとか認められたくてそうしてはいけないのです。しかし試練の時、心にある自分の現住所が明らかになったのです。誰も認めてくれない、誰も分かってくれないからといって悲しくなりましたか。自分は施しをしてもそれが知られないからといって虚しく思いますか。そうではありません。自分が施しをしたことだけでも幸せなことだし嬉しいことです。施しをしたその人が私のことを分かってくれなくても、ただ善を行ったことだけで嬉しいのです。そして長い間施しをしていた人がいますが、その人が感謝するどころか悪を行うこともあります。それでもそれは自分とは関係ないのです。自分は神様の前に善を行ったし、天に報いを積んだから、その人施しを受けた人が心は移り変わってしまったり、悪を自分に悪いことを言ったりしても、それを虚しく思ってはいけないのです。主に推薦されるような姿でなければならないのです。では主に喜ばれて褒められる心はどんな心でしょうか。どんな姿でしょうか。それはルカ17の10にあるように、あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですという役に立たないしもべの姿でなければなりません。今までの自分の忠実と奉仕、まいたことと施し善行を誰が分かってくれなくても、当然なすべきことをしただけですと告白できるでしょうか。働き人だからこうしなければと義務感からしていたのではありませんか。生徒の皆さんは善が好きで神様を愛するから善を行って忠実に使えていると思います。そのような人が主に推薦される人です。
今日のメッセージは、癒されて答えを受けるために自分にどんな罪の壁があるのかを発見するメッセージです。このメッセージは1996年肉と霊というテーマで開かれたリバイバル聖会で道海女先生が伝えてくださったメッセージに基づいています。ですから、主に推薦されない肉に属する姿、悪はないのか、主に推薦されて愛されるような美しい霊の心と姿は何かをメッセージを聞いて悟りますように。それで主に責められるような姿があるなら悔い改めてください。これからは主に愛されて主に推薦されるような善の心になり行いますように。そのように主に褒められる姿になるなら、何を求めても答えを受けるし癒されるでしょう。そしてこのメッセージには、家庭の平和の方法、そして皆さんがいるところで認められて愛される方法もあります。そして神様に認められる大きい心と、その反対の狭い心についても説明します。メッセージを聞いて、神様と主に愛されて推薦される人に変えられますように。そしてローマ14の18に、このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるのですとあるように、主に推薦される人は家族、友達、また隣人々にも職場でも愛されます、認められます。愛する生徒の皆さん、では主に推薦される人になるために何を変えさせなければならないのでしょうか。第一、ある問題にぶつかった時、腹を立てたり争ったり気を悪くしたり問題視してはいけないということです。ある人が自分が願う通りにしてくれるなら、自分の都合に合わせてくれるなら、腹を立てることもないでしょう。しかし、ある人の健康や与えられた状況が自分の利益に合わないときは、腹が立ってイライラして気に障るのです。こういう姿は主に推薦される人ではないのです。自分の心に合わないからすぐ怒って顔色が変わってムッとする、そういう人なら、主はその人に何と言われるでしょうか。本当に狭い器だ、狭い心だと言われるでしょう。しかし、主に推薦される人になるためには、何か問題にぶつかっても腹を立てたり争ったり気を悪くしたり問題視してはいけないのです。ここである問題とはどんな状況でしょうか。皆さんはどんな時イライラしたりムッとすることがありますか。どんな時に気に障って正しい正しくないと問い詰めるのでしょうか。例えば、相手のミスによって結果が良くなくなってしまった時、自分にも被害がありました。その時、相手がそのミスを認めないなら、そして言い訳ばかりしているとどうでしょうか。ぶっとすることはないでしょうか。気に障ることはありませんか。でなければ、ありえない悪を行っている人を見ると理解できないし、気憤を覚えるのではありませんか。または子供が言うことを聞かないときイライラするのではありませんか。また些細なことですが、食卓のおかずが気に入らないとき、すぐそれについて怒鳴る人もいるのではありませんか。自分の利益と心に合わないから、気に入らないから、腹を立てたり気を悪くしたりします。自分が被害を受けた不利益にあったと思うからです。しかし、真理はどう言っていますか。到底理解できないような人がいても、苦しみにあっても、腹を立てたり争ったり気を悪くしたり問題視してはいけないと教えています。皆さん、何かのことを見たり、また自分にいろんな問題がぶつかったりしたとき、腹が立ったりイライラしたり気に障ることがあるなら、それがどれほど悪いことなのか、自分の心がどれほど狭いのかを悟らなければなりません。しかし、このように
気を悪くしていながらも相手のせいにするのです。環境のせいにするのです。私は外で一生懸命に仕事をして家に帰っておいしいものが食べたいのに口に合わないおかずが出されたならそれでムッとして気に入らなくて文句を言ったりすることならどれほど心が狭い人でしょうか。私たちはそうしてはいけないと頭では知っていますが、実際その状況に置かれたら我慢できなくてそのように口から文句を言ったりすることもあるのではありませんか。こういう自分の姿を今日のメッセージを聞きながら発見して悔い改めなければならないのです。そしてメッセージを聞いているときは悟っても、癒しの集会のとき涙で悔い改めたとしても、その後日常に帰ったとき戻ったとき変わりがなければそれは役に立たないでしょう。繰り返してはいけないのです。悪を行ったり罪を犯したりするなら、癒しの集会のとき恵みを受けて悔い改めて良くなったのに、またその後完全に立ち返らないで悪を繰り返して行ってしまうなら再発することもあるのです。今日のメッセージを聞いて自分の心にある悪を発見して、そして日常生活で自分はどんな行い、どんな言葉、どんな思いがあるのかを顧みて、自分の中にある悪から始まっていることを認めますように、そして心を変えさせなければならないのです。例えばある状況に置かれているとき、自分の気に入らないことがあったり問題にぶつかったりすると、それを責める人がいます。つまり相手の人のせいだと、相手の人が悪いと思うのです。そして問い詰めたり責めるのです。皆さんもそういうことが日常生活にあるのではありませんか。あの人はなんでそうするのか、こうすればいいのにとか、口に出さなくても心の中でそう思うことがあるのではありませんか。このようにする人は、ある集まりで会議をしたりすると、その集まりの発展のために、全体のためにより良い意見を出すよりは、相手の意見が自分の考えと合わなければすぐ反対して非難したりすることはよくあります。ほとんどの人は賛成しているのに、自分一人だけ反対しながら問題視しているのではありませんか。しかし本人は自分を悟らないのです。自分は自分が正しいと思うから、それを直さなければ、他の人を諭さなければと思うのです。なのにみんなどうして私の意見を聞いてくれないのと思うのです。そしてあの人の意見良くないのに、私の方が正しいのに、なんであの人の意見に賛成するのかと不満に思うのです。そして自分の意見が正しいと、こうしてはいけない、なんでああするのとか、このように言うとき、相手が共感してくれないとき、悔しいと思うのです。でも実際は客観的に見ると本人が正しくないのです。でもその人は自分の義があるから、義が強いから、自分自身を発見することができないのです。そして自分は必要なことを建議したと思います。でも実は自分が正しいという自分の気が強かったから、自分の悪からそのような行動が出たのです。もう一つ例を挙げましょう。苦手な人がいて、また憎い人がいるとしましょう。その人のミスとか過ちをずっと覚えていて人に伝えるなら、それは自分の心の中に悪があるということです。それを主がご覧になるとどう思われるでしょうか。主に推薦される人の姿ではないでしょう。そういう人は周りの人を困らせて苦しめるのです。家族も友達も、また職場でも、また教会で神様の働きをするときも、周りの人が困るのです。そしてその場の空気が険しくなったり、
周りの人が嫌な気持ちをしたりするのです。だからといってある集まりで会議をするとき必要な意見を出してはいけないという意味ではありません。まずこれは自分だけの個人的な意見なのかでなければみんなが共感できるし全体のためのことなのかをじっくり考えてみなければならないのです。そして周りの人の反応とか表情を見て調べなければならないのです。口に出す前にまず考えてそして周りの人の空気をいろいろちょっと調べるのです。例えばある人が洋服を売る店に行ったとしましょう。デザインを見たら、あんなデザイン誰が着るの?と思う人がいます。あまり可愛くないのにと思います。でも、それを買う人がいるのです。それがいいと思って買う人がいるのです。このように、人それぞれ好みが違うし、意見が違うし、考え方が違うのです。それをいつも意識していなければならないのです。なぜそんなことを着るのという自分のそういう正しいと思っている自分の思い込み、考え方をいつも顧みなければならないのです。こういうことは周りの人がいちいち指摘してくれないのではありませんか?教会の中で働き人として集まりの頭になっているなら周りの人は言いづらいのではありませんか。いちいち指摘することはできないでしょう。ですから自分が自分をいつも変えてみなければならないのです。そしてほとんどの人の意見と自分の意見が違うなら私が間違っているかもとこのように自分を低くして変えてみる必要もあるのです。一人のせいで家族の中でも空気がちょっと険しくなることがあります。例えば、ある家庭で父親がこのような人なら、配偶者も子供たちも辛いでしょう。子供とか配偶者は、その怒りっぽい父親、お父さんのいつも機嫌を調べて顔色を伺わなければならないのです。いつ怒鳴るかわからないから怖いし、いつ手を挙げるかわからないからビクビクするのです。そして両親がよく夫婦喧嘩をするなら子供はとても緊張していて嫌でしょう。だから家に帰りたくないし家に帰っても部屋で一人でいようとするしゲームにはまってしまったり親との話し合いも嫌になるのです。このように一人の憤りとか癇癪、負の感情などが家庭の中でも平和を壊すし悪い影響を与えるからそれを悟って速やかに変えられなければなりません。だからといって子どもたちはそのような親のせいにするべきでしょうか。そうではありません。主に推薦されるような良い子どもなら自分がまず家族の中でキリストの香りを放って光となって家族を救いへと導けば良いでしょう。環境のせいにしたり親のせいにしたりしないで自分の心を真理によって変えられなければならないのです。しかし親とか環境のせいにして世を愛してゲームにはまってしまうなら自分に損なのです。だんだん心も悪くなるのです。そういう時はマグダラのマリアの善を思い出して自分を守り変えられていくなら神様がどれほど愛して褒めてくださるでしょうか。このような良い子供を通してその家庭が福音化されるならその家庭から闇が退くし平和が望むでしょう。そして教会で神の働きをするために集まったどころでもそうです。自分の感情がコントロールできない人がいると、周りの人が気を使って、周りの人が自由に話せなくなるのです。その人は自分に周りの人が合わせてくれなければ、少しでも気に入らないことがあるとすぐ怒ったり、また拗ねたりするのです。
だから周りの人はそれに対応するのが疲れるのです。ですから私たちはそんな人になってはいけないでしょう。いつも相手に配慮してその人の身になっていろいろ広く周りを顧みる、そういうのが必要なのです。変えられるために、清められるために祈ってはいますけれども、このように日常生活での自分の姿をどうなのかを認めなければならないのです。皆さんにひょっとして不平もたくさんあって、言い訳もあって、また苦手な人もたくさんいる、そういう人では何か顧みてください。そして悪い感情が多い人は、誰かが自分を苦しめたり誰かと対立したりすると、それをいつまでも根に持っていて、ある機会が来ると悪意を持ってその人に意地悪をする人がいます。これはとても悪いことです。このように心に悪があれば、相手の立場は考慮しないで自分の感情にだけとらわれて、顔色が変わったり表情がこわばって、また暴言を吐いたり相手の心を傷つけることをしてしまうのです。ところで問題は、相手はそれによってとても傷ついたのに、その人を傷つけた人は本人はわからないということです。それで夫婦喧嘩も起こるし、また仲が良かった人も仲違いしてしまうこともあるのです。このように感情的になってムッとなって、きつい言い方をしたり相手を傷つけてしまったりすると、後で後悔するのですね。でもその状況に置かれると、自分のその感情をコントロールできなくて、そういうことが繰り返されるのです。後で後悔して、ああ次はそうしてはいけないと思っていますが、その原因となるその悪を捨てないでいるから、また繰り返されてしまうのです。自分の利益に合わなければすぐカットになったり、そして感情的になったり、そして人に対して理解できなくて受け入れられなくて贅沢を思ったりする、そういう姿も同じです。1日は24時間ですが、私はそのうち2時間ダニエル祈祷会の時祈ります。でも22時間はどんな姿でしょうか。その2時間祈って、あと22時間の自分を守るためにはどうすべきでしょうか。祈る時だけではなく、日常生活の中でも一瞬一瞬自分の心と行いと言葉を顧みなければなりません。そして、あ、私は怒りっぽい人だから、もしこういうことがあるなら我慢しなければ、相手のために表情もコントロールしなければと、このように努力しなければならないのです。しかし、昨日の夜確か祈ったのに、今日朝人に会うとまた同じことが起きてしまうことがあるのです。ですから、自分の中にある悪、自分の中にある罪の性質がどれほど大きいのか悪いのかというのをいつも認めて、そしてその他それを捨てるために、それをやめてコントロールするために、日常生活の中で努力しなければなりません。そうしてこそだんだん心が変えられるのです。メッセージを聞く時は恵みを受けても、家に帰ったらもう忘れてしまって、前以前と同じようになってしまう、そういうことがあってはいけないのです。ですから、後で後悔してもまた同じことを繰り返してしまう、そういう愚かな人になってはいけないのです。ですから、今は決断しましょう。私のせいで家庭の平和が壊れて、私のせいで教会の集まりでもみんながぎくしゃくしたり、気ましくなったりすることがあるんだと認めて、自分の姿を顧みて、自分が日常生活でどんなことを言っているのか、どんな目つきなのか、どんな表情をしているのかを一つ一つチェックしなければならないのです。
職場で部下との関係で、今日私がどんなふうにどんな言い方をしたのか、どんな表情だったのか、家族に対する時もどんな言葉遣いだったのか、このように一つ一つ自分を顧みて、真理に照らして直すためにはどうすべきか、このように分析して変えさせなければなりません。もちろんすぐそれができるのではありませんが、コツコツそういうことを繰り返していくなら、だんだん変えられるようになるのです。もちろん捨てたと思ってもまた出てくる場合もあります。でもそういう場合はすぐ悔い改めてください。そして神様の前に、神様、私が今日また感情的になってしまいました、またムッとして人にきつい言い方をしてしまいましたと、このように罪を告白して早く悔い改めなければなりません。そうすると神様が上から力と恵みをくださるのです。箴言12の収録に、愚か者は自分の怒りをすぐ表す、利口な者は恥ずかしめを受けても黙っているとあります。皆さんはどうでしょうか？すぐ怒ったりする姿はありませんか？もちろん今の皆さんにはないでしょう。世の人々の姿とは今の皆さんは違うと思います。このような肉の行いは随分捨てていると思います。しかし表には表さなくても、心の中で、思いの中で気に障って嫌だと思ったり、で腹が立ってイライラしたり、あの人は苦手だと思う、そういうのも悪なのです。自分には自分のことは寛大な目で見て多めに見る人がよくいます。でもそうしてはいけないのです。そしてある状況に置かれた時、それが自分の気にいらなくなかったり気に障ったりすることがありますが、そういう自分の姿をチェックしてそれをやめなければならないのです。でもしょっちゅうそういう姿があるなら、それは肉の行いとしてもよく現れるのです。そうすると体の病気になってしまうこともあるのです。頭が痛くなったり、またもやもやしてイライラして、それが肥病になってしまったりすることもあります。そういう人は、なぜ私にはこのように、周りに私を苦しめる人がこんなに多いのかとか、理解できない人がなぜ私の周りにはこんなにいるのかとか思いますが、でも人のせいとか環境のせいではありません。原因は自分にあるのです。自分の心に悪があるから、すぐ感情的になってしまったり、些細なことでもイライラするのです。ですから家族のせいにしたり、また周りの人のせいにしたりするのではなくて、自分の中にある真理と反対の悪を、そして負の感情を認めなければなりません。なぜあの人は私にそんなことを言うの、そんなことをさせるのと思うのではなくて、自分があの人に対するとき、相手に気に障ることをしたかもしれません。失礼なことを言ったかもしれません。ですから、まず自分を顧みなければならないのです。でも自分の中に真理と反対のものと悪があれば、このように相手のせいにして、また自分を苦しめることになるのです。でもその心から真理と反対のもの、悪を捨てれば、腹が立つこともないし、相手のことで嫌な思いをすることもないし、不満を持つこともなくなります。でも気に障ることが起こるのは誰かのせいではなくて、自分のせいで、自分の中の悪のせいだということを認めなければなりません。自分の心に悪があるから、イライラして気に障って、また頭に切ったりするのです。あることを進めるとき、ある人がミスをしたとするとき、それを指摘したり、そしてなんでそれができないのと、このように贅沢を思う人もいます。それでその人に指摘しました。そしてちゃんとしてくださいと、このように一言言いました。
それで終わってなら良いんですが、そうではなくてずっと自分の中に残っているんです。あの人はあれもできないのか、相手のため相手へのその嫌な気持ち、その人への否定的なその感じがずっと残っているままなのです。そうすると部下にそのようなことをして家に帰るとずっとあまり気分が優れないのではありませんか。例えば会社で部下がミスをしてその場で怒ったとしましょう。すると家に帰る途中もずっとそのことを思うとどうでしょうか。心穏やかでないのではありませんか。でも心に悪がない人は仕事的にはその人を指摘することもありますが、でもそれもその人のため、その人を愛する心でしたから、感情的になって言うのではないのです。厳しく言うように見えても、でも受け入れる人の側ではその人の愛とか、その人がなぜ自分にそう言ってくれるのかを感じるようになるのです。そして指摘する側でも悪から出たのではないから、そのようにあと味が悪いとか心が穏やかでないとか、そういうことはないのです。ですから家に帰ってもそれをあまり気にしないで、食事も幸せな心にして、消化もよくできるし、よく眠るのです。でも人の間でそういうことがあってギクシャクして互いに気まずくなってしまったなら、ずっとそれを考えていると嫌な気持ちになって、で悩んで消化もしなくて夜眠れないのです。そしてその人をがもし自分に突っかかったり言い返しをしたなら、それがまた気に入らなくて、明日一言言ってやろうとか思うのではありませんか。そういうことを捨てなければならないのです。そういう姿を発見して捨てて、心の中にある悪を一つ一つ発見して、日常生活でもそのように努力して変えられていくなら、周りに人とも平和を保つことができます。みんなとの関係がとても良くなるのです。ですから私たちはこのように神様の御言葉真理を基準にして自分をチェックして、速やかに変えられなければならないのです。すると皆さんからキリストの香りが放たれて、周りの人々も平安になるし、慰めを感じるのです。聖書に右の方を打たれたら左の方も向けなさい、下着を取ろうとする人には上着もあげなさいとかあります。それをそのまま行ったとしましょう。すると周りの人がみんな笑顔になるし、幸せになるし、悪い人も味方になるし、皆さんの心にも平安が望むのです。ヤコブ 1-19-20 です。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありませんとあります。自分は正しいと思って正当なことで怒っていると思っても、自分が怒ることによって相手を不快な気持ちにさせたりするのです。そして怒ることは神の義を実現するものではないから、速やかに捨てなければなりません。自分は正しい、そしてこうだからああするしかなかったとか、自分を正当化するそういう姿を捨てなければなりません。主に似た大きい心にならなければなりません。相手の人があまりにも悪いことをしたから、私に悪いことを言ったからと思いますが、自分の心に善と愛があるならその影響は受けないのです。ただ心には喜びがあるし、穏やかでいることができます。神様の義を実現することに邪魔になるすべての悪を取り除かなければなりません。そうすると主に似た大きい心になり、柔和な心になるし、多くの人を受け入れることができます。皆さんも
心の良い人のそばにいたいのではありませんか。プレーニーなことをしないで、良い言葉で力つけてくれる、温かい言葉で進めてくれる、そしていろいろアドバイスしてくれる、良い知恵のあるそういう人と友達になりたいのではありませんか。その人には会いたいし話をしたいでしょう。そういう人はいろんな問題があってもイライラしたり責めるのではなくて、落ち着いて懸命に問題を解決してくれるからです。そうするとその人の周りの人々をみんな恵みを受けるし、そのような人が主に推薦される人の姿なのです。このように心の良い人は主が認めてくださり、喜んで高くしてくださるのです。第二、主に推薦される人になるためには心が揺さぶれてはいけません。ある人が自分を苦しめることを言ったり、自分の心を刺すきついことを言ったりしても、それによって自分の心が動揺してはいけないということです。つまり大きい心、広い心にならなければならないということです。主に推薦されるこのような大きい心を持っている人は、相手が自分の自尊心を傷つけることを言っても、嫌なことを言っても、それに心が揺さぶられることはありません。わだかまりを抱いたりすることはありません。誰か自分に嫌味を言ったり悪口を言ったり意地悪をしても、自分が傷つく理由がないのです。相手への心が悪いだけで、自分はそれによって影響を受けないのです。相手が自分に例えば意地悪をするなら、それはその人ではなくて、その心を支配しているサタンの仕業なのです。サタンが、悪魔が攻撃してくるのです。だからそれに負けてはいけないし、それによって自分の心が動揺したりしてはいけないのです。気にしない方が一番心が楽なのです。ある人が自分にきつい言い方をしたり、悪いことを言ったり、嘘をついたりすることがあっても、それによって悪い影響を受ける必要はありません。私はある方に勧めました。そういうことがあるなら、小鳥が歌っているように思ってくださいと言いました。だからその言葉の内容一つ一つによって自分が傷つくことはないのです。ただ聞いてそのままやり過ごしていいのです。気にしなくてもいいのです。そのように大きい心、広い心ならどれほど良いでしょうか。でも些細なこと一つ言われてもすぐムッとなってしまうなら、それは狭い心でしょう。小さい水槽があって大きい海があるなら、そこに椅子を一つ投げ入れた時どうでしょうか。水槽はすぐ水が跳ねてこぼれ落ちるでしょうが、海は何ともないのです。ですから自分の心は自分が守れば良いのです。相手の悪とかによって左右されてはいけないのです。敵である悪魔サタンはこの人を自分を苦しめようとしても、それを気にしないで、関わらないで、自分は自分の中にある喜び幸せを保っていればいいのです。もちろんその原因が自分にあるかもしれないから、もしかして自分が相手の気分を損ねたことはないのかと顧みる姿は必要ですが、でも不当に本当に訳もなくそういう嫌味を言われた時ならば、あの人ちょっと機嫌が悪いんだ、何か気持ちが良くない話があった、話を聞いたのかと思って、気にしなくてもいいのではありませんか。ですから私たちはこういう自分の中にある悪、闇があるなら、速やかに捨てなければならないでしょう。聖書には大きい心と善の行いによって神様に愛されたダビデ王が、王の姿が記されています。第2サムエル16章です。アプシャロムの反逆によって逃げているダビデ王にシムイという民が石を投げながら呪っていました。
第二サムエル16の7から8です。シムイは呪ってこう言った。出て行け出て行け、血まみれの男、横島な者。主がサウルの家のすべての地をお前に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に、主はお前の息子アブシャロムの手に王位を渡した。今お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男だからと、このように民が王に呪って罵っているのです。第二サムエル16の13です。ダビデと彼の部下たちは道を進んでいた。シムイは山の中腹をダビデと並行して歩きながら、呪ったり石を投げたり塵をかけたりしていた。このように悪いことをシムイがしていました。どれほど王に対して無礼なことでしょうか、悪いことでしょうか。でこれを聞いていたダビデの家来はシムイを殺そうとしました。しかしダビデはそのままにしておくようにと家来たちを引き止めました。もしダビデの心が狭かったならどうしたでしょうか。シムイの呪いの言葉を聞いたらすぐカッとなってけしからんと思って彼を殺したり罰したりしたでしょう。ダビデは国の王です。そして隣には有志の家来たちもいました。それでもダビデは神様と自分の関係を思いながら、これは神様がこのようなことをお許しになったことだと淡々と受け止めました。そして神様に委ねました。このように広い心の持ち主だったのです。第二サムエル16の12です。多分主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変わって私に幸せを報いてくださるだろうと、このように善の行い善の告白をしました。自分を呪って自分を罵っている人がいても、ダビデは善を行いました。すると神様が幸せを報いてくださるのです。私たちもダビデのように広い心になると、どんなことにあっても心が動揺しないで、すべてのことを神様に委ねて善と信仰を行うことができるでしょう。人の言葉によって気に障るのではなく、心が揺さぶれるのではなくて、神様との関係を思い、神様の方から見るなら悪を行わないで善で勝利することができます。これが主に推薦される人の姿です。では心が揺さぶられる理由は何でしょうか。それはまだ心の中にある肉に属するものを捨てていないからです。ガラテヤ5の24です。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのですとあります。肉の愛を持っている人は相手に愛されたいと思います。私はこんなにしてあげたのに、してもらわなければ虚しくなるのです。そして見返りを求めるのです。でも相手が自分が思ったほどしてくれなければ不満を抱くのです。親の姿にもこういうことがあります。自分なりに献身して愛を持って子供を育てたのに、子供が親孝行もしないで自分の言うことを聞かなければどう思いますか。子供を育てるために本当に苦労したのにと思いながら嘆くのです。教会の中でも自分なりに忠実に仕えて奉仕したのに認められなければ虚しくなる人もいます。施しをして献身したのに、それを分かってくれなければどうでしょうか。でも肉の愛を全部捨ててしまえば、相手が自分にどうするかそれは関係ないのです。自分はただ善を行うだけなのです。相手を理解するのです。道家女先生がそうでした。たくさんの人に施しをしてきました。自分の使うものを節約して、そして本当に生徒の皆さんをあちこち帰り見て施しをしてくださいました。しかし道家女先生は本当にたくさん施しをしたのに、その人に裏切られることもあると、そして
その人によって道海先生が被害を受けることもあると言われました。そういう時道海先生はそれを後悔するでしょうか、施しをしたことをもったいないと思うでしょうか。そうではありません。ただその施しをしたことだけでその人がそれによって助かったならそれで満足で幸せなのです。私もそういう道海女先生の心に似て施しをしようとしてきました。施しした相手が裏切ってしまったり心が変わってしまって教会を離れてしまう、そしてただ離れるだけではなく私の悪口を言ったり非難したり、そういう人もいました。そういう時私はもちろんその方の魂の救い、魂を思うなら本当にもどかしいのですが、でも個人的なその方に対するなんか恨みとかないのです。ただ私は神様の前に施しをしただけで、その人はなんで私にそんなに施しを受けたのにこういうことをするのかと思わないのです。ただその人が悪を行っているのを見ていると早く悔い改めて救われなければというもどかしい心だけなのです。なんで私が施しをしたのにその人は私にあんなことを言うのとか、こういう個人的な感情は私的な感情はないのです。私を施しをしたことはすでに天に報いとして積まれているからです。ですからそういう人はいつも喜んでいることができます。感謝があおれるでしょう。するといつも笑顔でいられます。そういう人が主に推薦される人なのです。結論です。申命記10の13に、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟等を守ることであるとあります。神様の御言葉、命令、戒めは私たちの幸せのために守りなさいと言われるのです。ある人はとても理解できない悪を行っていて自分にも大きい被害を与えたからといってあの人は嫌だとか憎らしいと思うのでしょうか。神様の御言葉には敵をも愛しなさいとあるのに、私はあの人は到底愛せない、だから辛い、御言葉を行うのが大変だと思いますか。そう思わないでください。その人へのその憎しみを捨てれば幸せになるんだと、このように考え方を変えてください。人を憎むからそれによって自分の心も苦しいし、それによって病気にもなるのです。どれほど損でしょうか。でもその人への憎しみを捨てて愛するようになると自分の心に平安との命が望むし幸せになるから、どれほど得でしょうか、益になることでしょうか。今日 あのマガジンで証しをしてくださった方もそうだったのではありませんか。偶像に仕えていた時はいろいろ苦労して大変な思いもしましたが、本当の神様のを見つけて神様に仕えていたら、今は病気も癒されて祝福されてどれほど幸せになったでしょうか。そして家族への不満とか憎しみも捨てたら本当に幸せになったと証ししてくださいましたね。ですから神様は私たちの幸せのために神様の命令を掟を守るようにと言われるのです。その神様の愛を感じて、その神様のためにまた自分の幸せのために変えられるようとしてみてください。今日のメッセージには、家庭が平和になる方法、また周りの人々に平安と喜びを与える方法もありました。そしてそうすると自分が幸せになり、周りの人に愛されて認められるようになって、伝道の実も結ぶことができるのです。心の良い人にはいろんな人が近づいて慰められるから、いろいろ相談してくるのです。そう、そのように信頼される人、信用できる人が伝道すれば、福音を伝えれば、
それを受け入れてくれるのです。しかし自分の心に悪があれば、福音を伝えて伝道しても相手が何かちょっと嫌味を言ってくると、すぐ感情的になったり気に障ってしまうから、今まで伝道したことが無駄になってしまうこともあるのではありませんか。そして教会でいろいろ奉仕をしながら一生懸命に忠実に仕えていた人がいますが、一緒に奉仕をする人とぶつかったり、その人が言うことを気に入らないと思ったりギクシャクすると、神様の前で報いは積まれないのです。家庭の中でも同じです。主人の心が大きいなら家族みんなが幸せになります。でも主人の心が狭い時は奥さんも子供も辛いでしょう。些細なことで怒鳴ったりカッとなったりしてイライラするなら、その主人に合わせるために奥さんも苦労するでしょう。反対に奥さんの心が大きいなら、優しいなら、その主人はどれほど幸せでしょうか。会社で辛いことがあっても家に帰ると心が幸せになって慰められるのです。しかし奥さんの心が狭くて、いろいろ小言を言ったり愛してもらいたいとばかり思っているなら、主人のも困るでしょう。皆さん、今日のメッセージを聞いて、皆さんはどんな人になりたいと思いましたか。心の良い人、悪い人、心が大きい人、狭い人のうちどんな人になりたいのでしょうか。私たちは主に推薦される姿にならなければならないでしょう。善の反対の悪は神様が嫌われるものだから、そのために私たちの暮らしの中でいろんな問題が起こったり、試練困難がやってくることもあります。ですから今日のメッセージを聞いて自分自身を発見したならば、徹底的に悔い改めて立ち返ってください。そして毎日火のように祈って、その罪と悪を捨てていきましょう。私も自分を顧みてみると、いろんな試練もありました。そして人との関係で相手が私に悪を行ったり苦しめたりする人もいましたが、その人との関係で私もちょっと悩んだり悲しくなったりで傷ついたりしたこともありました。私は御言葉通りに行っているのに、でも相手が私を苦しめる時、私も本当に心が辛かった時もありました。でその人とはあまり話したくないとか会いたくないとか、そういう気持ちもありました。でも自分のそういう姿が本当に神様の前で申し訳ないのです。で最初はもちろんその人がなぜそのように悪を行うのかという心がありましたが、でも祈りながらだんだん私は真理を行わなければその人を理解して、その人のために善を持って愛を持って祈らなければと思いながら、祈りながらその人を愛するために努力しました。そうしたらどんな人がいても、私にその人が嫌味を言ってもあれこれ悪いことをしてきても、その悪と私は関係ないのです。私の心は穏やかで、その人への愛だけがあるのです。そうすると本当に幸せです。心が平安です。安らかです。しかしある人との関係でイライラしたり気に障らなくて嫌だと思ったり苦手だと思ったりするのは、結局自分の中にまだ悪があるということです。そして思いの中でずっとネガティブにその人に対しての悪い思いをしていたり感じを持っていたり、でそれを口で表現したりしてしまう、そういうことがあるなら、神様の前でどれほど申し訳ない姿でしょうか。そして自分の信仰生活において損なのです。
祈って答えを受けることにおいてもそれは本当に役に立たないいらない姿なのです。ですから私たちはこのような悪を速やかに捨てましょう。そして善と愛を一生懸命に行っていきましょう。そうすると神様に主に愛されるし推薦されるでしょう。そうやって念力ともに祝福があふれる皆さんになりますように。自分の日常生活の一瞬一瞬の姿を顧みて、どんな時私は感情的になったのか、どんな時心が狭い姿があったのか、受け入れられなかったのかとか、いろいろ自分を顧みて今日発見して悔い改めたいと思います。皆さん一つ注意することは、悔い改めたことでその罪の性質、自分の悪が捨てられたのではないのです。神様との間で罪の壁を壊すことです、悔い改めることは。そして自分の中には相変わらず悪の姿、罪の性質があるのです。それは続けて祈りながら断食しながら善を行っていくと、だんだん一つ一つ捨てられていくのです。だからといってその悪を全部捨てなかったからといって癒されないという意味ではなくて、悔い改めて立ち返ろうとするなら神様はそれを信仰とみなしてくださり、癒してくださることがあります。私たちは道海先生に学んでいるから、何か問題があったり病気になったりするとまず自分を顧みて悔い改めようとします。しかし悔い改めなければというその形式的に義務感からすることは神様の前で正しい姿ではありません。そして病気になるとあちこち痛いから苦しいから、それが早くなくなったらと思って悔い改める、まず悔い改める、そういうのは自分の利益を求める姿です。まずは本当に自分がこの痛みをなくすために悔い改める姿を見せるのではなくて、本当に心から自分を顧みて、そして自分のせいにしなければなりません。人のせいにしたり、家族のせいにしたり、環境のせいにしたり、自分の中に相変わらず不満があって、いろんな嘆きがあって悔しさがあるんですけれども、ただ口で罪を告白するだけではいけないのです。心から悔い改めて徹底的に悔い改めて立ち返らなければならないのです。例えば自分がお金への欲があって、それでいろんな経済的に問題があって、そして病気になっている人がいるなら、その欲を捨てるために悔い改めながら祈らなければなりませんが、しかしその欲を捨てないで相変わらず欲張って いながら、ただ祈っているからといって癒されるのではないのです。つまり神様の前にこう祈りを受けて癒されるためにどのくらい捧げるのか、どのくらい献金をするのかということです。神様の前に祈りを受けるために捧げ物を持ってきたとしても、それを惜しいと思う姿はないでしょうか。これちょっと大きい、あまり大きいのではないか、手術が大きいなとか、そういうもったいない心があるのではないでしょうか。神様がそれをどう思われるでしょうか。本当に心から悔い改める人ならば、神様を信じて本当に癒してくださることを信じて減り下っている姿ならば、どうな行いを見せなければならないでしょうか。そして自分の病気も世で治療を受けようとしてもたくさんのお金がかかるのに、神様の前で減り下って祈りを受けるためにはどんな姿でなければならないでしょうか。そして完全に癒されていなくても、神様の前で自分が悪を捨てるほど、変えられるほどだんだん良くなる場合もあります。ですからただ涙で悔い改めたからといって罪の性質が全部捨てられたのではないから、祈りを受けて良くなったならば、もっと信仰を見せて
もっと変えられなければならないのです。子供がぐれているのも自分のせいだ。主人がこのように私を苦しめるのも自分のせいだと、このように本当に心からそれを認めて悔い改めなければならないということです。いろいろ自分を顧みながら、はい、賛美するとき、祈るとき、多くを悟りますように。自分は本当に自分の利益を求める人なんだ、本当にかすぐ感情的になって しまう人なんだ、ここの狭い人なんだというのを悟りますように。皆さん、教会の中で一緒に働いている周りの人々に対してどうでしょうか。いろいろ不満を抱いている人がいますか。理解できない人がいますか。子どもについても家族についてもいろいろイライラしたり気に入らないとか、そういう姿があるのではありませんか。そういうのを顧みながら賛美して悔い改めたいと思います。ハレルヤ、全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。 GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子どもたちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、骨上肋骨、骨の節々、全身の神経組織、細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気病原菌を患いよ裂かれ、光を望め、不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、体調がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消えされ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物を言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、土を傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命ずる敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ、その誓い立ちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ、すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように。一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢満ち欠いと、主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、地球の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。
神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。